グランジ墓地にあるアレクサンダー・キース・ジョンストン不死の墓標。アレクサンダー・キース・ジョンストンは、スコットランドの地理学者。ジョンストンは、エディンバラの南に位置していたペニクリクに近い、カークヒルで生まれた。父は、アンドリュー・ジョンストン、母は、イザベラ・キースと言った。また、兄弟の一人は、トマス・ブランビー・ジョンストンと言った。エディンバラのロイヤルハイスクールを経て、エディンバラ大学に学び、 エディンバラの印刷業者で、畜製作者であったジェームズ・カークウッドの徒弟となった。1826年、兄弟の一人であったウィリアムが始めた、印刷事業に加わり、地図製作事業 W&AK ジョンストンを起こした。以降、ジョンストンは、地理学に人生を捧げ、特に後年には、教育面に力を入れた。彼の功績は、当時の欧米の主導的な学協会に認められた。 彼は1837年にメアリ・グレイと結婚した。彼は1849年にはエディンバラ王立協会のフェローに選ばれた。1862年にはスコットランド気象学会の創設メンバーの一人となった。から1871年にヨークシャーのベンライディングで死去した。亡きはエディンバラのグランジ墓地の北西の一角に埋葬された。 ジョンストンの地理学への関心は早くから始まっていたが最初の重要な著書はナショナルアトラス・オブ・ゼネラル・ジオグラフィーでこの出版によって彼は1843年にジオグラファー・ロイヤル・フォース・コットランドに認じられた。ジョンストンは自然地理学への関心をイングランドにもたらした最初の人物であった。彼はアレクサンダー・フォン・フンボルトが提起した諸問題に関心を寄せ 1848年にはフィジカルアトラスを、1856年には造法を加えた、その第二版を刊行した。この著書は地図に活版印刷による解説を加えたもので、地球全域の地質学、水路学、気象学、植物学、動物学、民族学を表現したものであった。ジョンストンは1850年にディクショナリーオブジオグラフィーを刊行に、 以降版を重ねたザ・ロイヤル・アトラス・オブ・モダン・ジオグラフィーは、1855年に、始まった。また、1848年以降は、アリソンの、ヒストリー・オブ・ヨーロッパに、黒くの軍事地理学地図帳を作成した。その他にも様々な教育、学術目的の地図帳や地図を制作した。彼はまた、スクール・アトラス・オブ・アストロノミーと題した。 天文学の書籍も1856年に刊行した。同名の息子、アレクサンダー・ギース・ジョンストンも様々な地理学書や論文等を書いた。彼は1873年から1875年にかけて地理学者としてパラグアイにおける測量調査の仕事に当たった。その後、彼は王立地理学会が派遣した宮坂への遠征隊を率いることとなったが、 その途上で南アフリカのベホベホにおいて死亡した。ジョンストンの名は父の墓標に合わせて刻まれた。この記事にはアメリカ合衆国内で著作権が消滅した次の百科事典本文を含むチザム・ヒュー・エド・ジョンストン・アレクサンドル・ギース・インスイクロープディア・ブリタニカ15ケンブリッジ・ユニバーシティ・プレスありがとうございます。